<laughs> ということでね、こんな時間にライブ久しぶりだなーって感じなんですけどもね,ね、今回ですね、サントリーさんからビアボールいただきましたんでね、ちょっとこちらレビューしていこうと思います。お酒なんでね、さすがに会社で飲むことできないんでね、こんな時間にライブしておりますけども、すいません。ということでね、サントリーのビアボール、今ね、 結構話題になっておりますよね。ツイッターじゃなくてか、ティクトクが。ティクトクでもね、結構有名なティクトッカーさんがですね、ね、宣伝しておりますよね。私もね、このサントリーの営業さんからね、このビア,ボ,ビアボールが、<laughs> ビアボール宣伝してくれってことでね、私がしてもあれだって感じですけどもね。ってことでね、ちょっと飲んでみようと思います。ね、こちらのビアボール、ね、あ炭,炭酸水で、 炭酸水で割って飲むタイプのね、ビールなんですよね。でね、これ、ただいまね、かなり話題となりまして、人気となっておりますよね。では、早速、飲んでみようと思います。私ね、ビール、ビールっていうかね、お酒自体がね、あんま飲まないんですけどもね、あの、休みの日、休みの日は飲まんな。ね、会社の飲み会ぐらいでしかね、あんまり飲まないんですけども、普段もあんまり飲まないんであれなんですけどもね、 ね、こちらね、氷を入れて、ね、ビアボール。氷入れるビール、どうなんでしょうね。<laughs> はい、と、いただきたいと思います。で、まずは炭酸だったかな。まずは炭酸を入れていきます。炭酸入れまして、ね、これメモリーがね、あるのあるんですけど、 どのくらいだちょっと多めに入れるかでここにリアボールを入れていきますね入れていきますよいしょおおなんか面白いですねなんか水割り作ってるような感じで軽くステアしましてね あ、香りはビールですね。ごめんなあ、香りはね、ほんと、ビールって感じですね。なんだろう。ビールはビールなんですけども、なんか若干違うような香りですね。なんだろう。ビールやな。ということで、いただきます。 ああ結構これあれですね。苦味もあって、もうほんとビールって感じですね。なんだろうまあビールはビールなんですけどもね、この苦味がいいですね。こんばんは。いらっしゃいませ。ちょっとね、今回、お酒のね、撮影してくれってなったんで、こんな時間に撮っております。ね自分ね、ちょっと、 すぐ顔真っ赤になりますけども <laughs>、ね、気にしないでくださいね。っていうかこれ、なんだろう、ビー、<laughs> ちょっと待って。ビールはビールなんですけども、よりビールらしい。なんか変やな。なんて言えばいいんだろう。炭酸水で割ってるせいかな。この炭酸が多分強めなんですよね。なんで、普通のビールよりね、炭酸結構強いですね。 まりありますね。まりはです。どうしてもありますね。ね。美味しそうに飲みますね。これ、本当美味しく美味しいですよ。ワールドカップ日本負けちゃう。ですよね。負けちゃいましたよね。コスタリカに1点後半入れられて、それから挽回してくれるかなと思ったけども、ちょっとね、負けちゃいましたね。今度のスペイン戦、1日かな。ね。期待しましょう。<laughs> ね。でもこれ、うわ、これ人気出るのわかるわ。 いや、ビールの風味が結構ありますね。ねなんだろう。その、既製品の、ああ、既製品のビールを準備しとけばよかったな。ワールドカップ見ましたがはい、見ました。麦でできてるの。ですね。ビールなんで麦でできております。なんだろう。ですね。麦芽とホップと糖類ですね。 失礼ででですけど何歳ですかです。けど、何歳か。いやこれ話題になるのわかるわなんかねビールの風味も結構しますしまあ炭酸は炭酸水でね変わってくるでしょうけども結構ガツンときますねね 毎回動画見るの好きです。優しい顔しれとる。ありがとうございます。いや、これ、ちょっと場爆出そうなんですけども。これ、人気出るのわかるわ。飲んでみたらわかりますよ。すっごいですね。ビールの風味もね、すごいですし。ねえ、なんだろう。なんかかなり濃いんですよね。今まで飲んできたビールがちょっと薄く感じるような感じですね。 修学旅行前に何にこう熱出ていけるかかんない。あら、そうなんですね。熱下がるといいですね。本当ねコロナコロナで修学旅行もね、今まで中止にな,なってましたけども、最近ね、再開、なってきてるんでね、本当ね熱下がっていけるといいですよね。ちいかわ、ちいかはね。今日は、ちょっと、昼間うさぎ来たんで、ちょっと今洗濯しております。 ていうちょっとギャプが出ますね。すいません。で、今回ね、炭酸で割っても美味しかったんですけども、サントリーといえば、ね、ペプシじゃないですか。<laughs> ってことでね、こっちの、ペプシコーラでね、ちょっと割ってみようと思います。どういう風なんだろう。炭酸水で割ったとき、めちゃくちゃ美味しかったですね、これ。やば、これ、ハマりそう。 甲羅入れましておもうちょいかなやっぱりこう泡が出やすいですねで甲羅にビアボールよね <laughs> ビアボール入れまして で、軽くステアしましてねこのグラスもね、サントリーさんからいただきました。ありがとうございます。いつも見てます。ありがとうございます。では、いただきます。は <laughs> あおもろい。 甲羅で割るとね、なんか黒ビールみたいな感じですねで甲羅の甘さも感じられるんですけども苦味もやっぱありますねこの苦味がめっちゃいいなこれ <laughs> 体調悪いかですねちょっとね見ていただいてる方に体調が悪い方いらっしゃるみたいでねね熱早く下がるといいですね いや、コーラ入れるとね、なんだろう。苦味が増しますね <laughs>。けど、黒ビールみたいな感じですね。香ばしさが出てくるんですよね。面白いな。<laughs> <laughs> ですね。いろんな飲み方で,できますね。サンロードに感じないに行きます。ありがとうございます。今ね、サンロードだと、このビアボールと、 炭酸水セットでね、このビアボールの値段で売ってますんでお得ですよ。今ならね、炭酸水ついてきますんで、これ数に限りがありますんで、なくなり次第、ね、終了になりますんで、早めにね、買っていただければと思います。ねっていうかちょっと寒くなってきたな。よい,しょいや、これ、 飲もうかなぜひ飲んでください。いいね、密着しました。ありがとうございます。コスタリカま、コスタリカに負けてしまった。ですよね、負けてしまいましたよね。自分もね、さっきまで見てたんですけど、すいません、ちょっと原文がね、出ちゃいまして。でもこれ、 ね、割って飲むんでねいろんな飲み方できますよねあとビールと割るっていうとあのジンジャーエールねシャ,ンディガバんシャンディカバブだったかなあれも好きなんでねちょっとジンジャーエール探したんですけどやっぱりサントリーなんでねサントリーのジンジャーエール探したんですけどちょっとなかったんでねできないなって感じですけど現場出した方がいいですよはいありがとうございます ね、ちょっとたまにゲップが出るかもしれませんけれどもその時はねご了承いただければと思いますああね本当コーラ入れるとね本当黒ビールみたいな感じになりますねでコーラの甘さがね苦味をより引き出してくれましてこの苦味がめっちゃいいですね 俺もこのパーティーやるから。よくて返信がない。あれでしょうね。あのソーセージめっちゃ美味しかったです。ソーセージ美味しかったでしょあの、ジョンソンビルね。あの動画出して、ジョンソンビルの方からね、えー、インスタの方に DM いただきました。<laughs> ありがとうございます。社員みんなで見ましたってことでね。まさかね、そこまで、社員さんまで行くとは思ってなかったですね。 サッカー見ましたかはい、見ましたね。見ましたね、チう見ました。残念だったですね。ちょっと惜しかったですよね。ね、チャンスは何回かあったみたい、あったんですけども、なかなかね、点が入らなかったですよね。こんにちは、こんにちは。ね。うん。ああ。いや、これ、話題になるだけわかるわ。これは何、何言ってるかわかんないな。 話題になるの分かりますね。めっちゃ濃い。初見です。ありがとうございます。商品紹介大好きです。ありがとうございます。ねえ。今回ビールなんでね、この時間に取っておりますけども、えー、久しぶりですね。みんなのライブは。ねえ、今回 TikTok もね、ちょっと変わったんで、ライブのね、録画できるってことで。で、サントリーといったら、あとコーヒーもあるじゃないですか。 ボスねコーヒーで今度はビール割ってみようと思います仕事終わりました終わりましたはいどうなんだろうなコーヒーでもあるみたいですよねコーヒーにビールっていうカクテルでも今なんか落ちた いしょわやっぱコーヒー香りがいいですねでビールビアボールで出ましてで軽くステーしましてあちっじゃんに回してしもったあこんばんはいらっしゃいませ コーヒーだとコーヒーの香りすごいですねいただきますああお <laughs> いやコーヒーもよ意外といけますねコーヒーの苦みとこのベルの苦みあの苦いのが好きな方にはいいですねいや意外といけるなこれ はじめにしてあげてみようかな。ありがとうございます。つまみね、つまみ。一応あるのあるんですけども。何時まで仕事してるんですか ?6 時まで、夕方6時までですね。しております。ね、つまみ。さっき夜ご飯食べたんで、ちょっとお腹いっぱいなんでね、どうしようかなって考えてるんですけどもね。一応ね、チーズ買ってるんですけども。ん コーヒーに香料入りは無理。<laughs> ですね。月給っていくらですかいくらなんでしょうまあ田舎なんでね。やっぱ低いですね。まあ自分はだいたい平均って感じですね。<laughs> そこは自宅ですかはい、自宅です。顔めっちゃ赤くなったんな。ねねこういう感じでね、自分の好きな飲み物で割れるっていうのがいいですよね。 まあ、コーヒーとビール、ね、このカクテル、なんだったっけ、名前。あるのはあるんですけどもね。ですね、ビアボールですね。ビアボールです。サントリーから出ております。はじめまして、いらっしゃいませ。一緒に飲みたいですね。結構ね、無口なんで、あれですけども、面白くないかもですけども。ね。ビアボール、TikTok でもね、結構見られてるかと思います。 ね、ほんと、TikTok で有名な方がね、結構出て宣伝されておりますもんね。で、いろんな方もね、これ宣伝されてて、あの、レモン入れてね、されてる方結構いらっしゃるみたいですけども、ね、同じのはちょっと面白くないなと思って今回、甲羅とかね、コーヒーとかで入れて割ってみましたけども、意外といけますね。なんか <laughs>、こんばんは、小本の人です。いらっしゃいませ。 風船作ってる人ですかはい、そうです。風船作っております。フォローお願いします。後でします。ですね、風船作っております。ね、あれもね、あの、何年前だっけもうかなり10年はならんかな。そのくらいの前にね、鹿児島で、なんかちょっとした祭りがあって、 そこで見た大道芸人さんがいて、そのパフォーマンス見てすごいなぁ。自分もしてみたいなって感じでね、風船、ね、独学で勉強して、ね、いろいろ作れるようになりました。<laughs> すみません、ちょっとゲップが。あ、ありがとうございます、サッカー。ありがとうございます。飲んだ感想としてポッピーとの違い。ポッピー飲んだことないんすよね。 なんでちょっと、あれなんですけども、これね、あの、ビールより濃いっていうかね、ビールの味わい、濃さ、風味、すごいですね。<laughs> ティクトルクライブってお酒や音じゃないそうなんですかね。ライブはお酒や音なんですかね。結構動画がね、出されてるみたいですけども。<laughs> こんばんは、地元も熊本ですかですね、地元も熊本です。 イサ、イサ隣ですね。チいカワ真似して、チいカはちチかカはね、あの、ウサギしかできないですね。イヤッポーって、ね、あれ回らんかった。ちょっとね、夜なんでね、ちょっとなかなか声出せないですけどもね。もう店の中でワンパン出しておりますけども。ね、イサ。ね、イサ隣ですもんね、ほんと山越えてすぐですよね。 さんにもね、うちの会社があればね、行ってしてたんですけどね、お店か。岡山来たことありますか岡山はね、行ったことありますね。通っただけかな。今までで一番アルコール度数の高いお酒は何ですかなんだろうやっぱ日本酒ですかね。あんま高いの、あんまお酒飲まないですからね。ね。岡山は本当、ちょっと通っただけですね。<laughs> プルプルちンカーもねしてください、プルプル。プルって。<laughs> あれですかね。おっちゃんかわいいな、ありがとうございます。<laughs> 熊本菊陽町のものです。あ、菊陽町前はね、よく言ってましたね。あの、漫画倉庫だったっけとかね、あの、ドンキューホーって日本もあるのかなとかね、言ってましたね、菊陽町。 日本負けちゃった。日本負けまし、負けちゃいましたね。チャンスはね、何回かあったんですけども、シュートがなかなか入らなかったですよね。ウーロン茶悪いや。ですね、ウーロン茶。ウーロン茶準備しとけばよかったですね。サントリーウーロン茶出てますんでね。てかさんも。商品紹介楽しみにしてます。ありがとうございます。<laughs> ね、もう最近、ちょっといろんな、 歌でしておりますけども、ね、もう店の中でめっちゃ歌っております。最近寒いですよね。今日じゃあ作に来ました。ありがとうございます。<laughs> 午前中はね、店内放送してたんですけども。ね、ほんと寒いですね。ビアボール飲みやすかったです、僕は。ですよね、結構飲みやすいですよね。行けますよね。なんか、 人気、話題になるの分かるって感じですね。ちょっと待って。<laughs> 扇風機投げるところだったんですね。投げないでくださいね。ビール苦手な子でも飲みそう。どうですかね。ビールの風味結構強いんでね。ちょっとあれかもですね。一としの米は最高ですね。ですね。米はね、有名ですね。有名っていうかね。あの、寒くなるんでね。 それがいいいみたいですよね。あ、ありがとうございます。はじめまして、初見です。ありがとうございます。よいしょ、あれはぁ、あ。なんかね、<laughs> 飲みすぎたなって感じですね。お酒強いですかそこまで強くないですね。まあ、普段ね、あんま飲まないですよね、ほんと。家ではね、めったに飲まないですね。飲み会の時、最近も飲み会でもちょっと飲まないですけども。 ね。お酒はね、そこまで強くないっすね。ね。メガネ外して前向いてほしいで。もう顔真っ赤になっておりますけども、こんな感じです。はい。ね。コンタクト、コンタクトしたいんですけども、なんかね、目の中に入れるのってちょっと怖いんでね、なかなか踏み切れないんですけども。ね。ちょっと <laughs>、 早かったかなって感じですね。ごくごく行っちゃったんで。ちょっと、あれですね。ん熊言われたら有名なラーメン屋と小さい餃子屋。ああ <laughs>、ですね。ラーメン屋さん。なんだったっけいろいろありますよね。 明日お休みですかです。休みです。明日休みなんで、ちょっとこれしております。短パンで寒くないですかあー <laughs>、寒いですね、ちょっと。まあ、ね。まあ冬、家の中でこんな感じで過ごしております。はずな、昨日さん、ロード見ました。昨日。そうなんですかありがとうございます。昨日ね、結構、あの、今日朝取るためのね、あれ、リンゴとか買ったりしておりましたんで、その時かな。 よい弾曲して頼もしいお徳さん。ありがとうございます。ただ太ってるだけですけどもね。みんな大好きサンロード、ありがとうございます。ねえ。い <laughs> い <laughs> ねちょっとペースが早かったかな。あっ。ちょっとチーズ、冷蔵庫入れとこサンロード、ゆっ物いきます。ありがとうございます。 ね当ほんと。<laughs> いや、幸せそうだな、ですかね。もうね、あんまり喋れないんでね、笑ってごまかしてますけどもね。<laughs> 何代目ですか一応ね、社長じゃないんですけども、今の社長は2代目ですね。従業員ですよ。これは、あの、新鮮で相談のイメージは違いをさいてます。ねえ。ねえ もうカメラの前ではね、ちょっと私、だいぶ変わりますんで、180度変わりますんで、あの、テレビ放送でもありましたようにね、もう普段はね、めっちゃ、おとなしいというかね、あんま喋り,りませんので。<laughs> ご結婚されてるんですか結婚はしてます。はい。ねえ、あの、30の時に結婚しました。店長ですか店長とはちょっと違いますね。一応、課長しております。 情報システムの課長をしております。はい。ねあ,あちょっと普通の甲羅のも <laughs>。<laughs> 普も真面目って甲ラーがすごいです。ですからね <laughs>。ねだからね、なんだろう。 ほんとね、カメラの前と普段と違もう全然違いますね。ね、普段から面白い、面白ければね、もうカメラの前でも面白いことできるでしょうけど、やっぱなかなかできないですね。店長と課長って何が違うんですかあの、店長はね、そのお店をまとめてる長って感じですね。で、課長は、その、一応ね、 立場的には店長より上って感じですね全体をまとめるまあ自分はね情報システムなんで関係ないですけども肉とか魚とかね農産とかのね課長はねもう全体のね部門を仕切ってるような感じですね <laughs> すごいすごいありがとうございますオフでいくですたまに送ってるかなって思う時もありますね あのね、ほんと、あんまりね、漢字を出さないんですよね、昔から。ああ <laughs> 昔からね、漢字をあまり出さないんでね、結構、あれなんですよね。まあね、怒ってるように見えたりするみたいですけども。<laughs> サンロードって熊田、熊の市にあるのと同じですか。あそことはちょっと違いますね。サンロードってね、ほんといろんなところありますよね。 青森にもサンロードってありますし、ね、関東には薬のサンロードとかね、薬のサンロードさんとかありますよね。もうサンロードでね、本当全国いろんなところありますけども、全然関係ないですね。はい。何かスポーツとかやってるんですかスポーツはしてないですね、本当ね。中学の時はね、吹奏楽してましたね。何時まで起きてるんですかいつもね、 この時間に寝ちゃってます <laughs> ね。ね最近眠くてね、9時過ぎたらね、ちょっと、ね、寝てますね。本当ね。いつも楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。ね。もうほんと、朝ね、何撮ろうかなと思ってお店待っておりますけども、ね、その場で思いついていろいろ撮っております。初見です。ありがとうございます。同じ熊本。 親近感湧きますこのおでもね、結構田舎の方なんですけどもね。結構前、錦天で花澤さんに手を振りました。覚えてますか結構ね、手振ってもらってるんで、どの方だろう。明日、お出かけします。はい。一応ね、朝、ちょっと買い物に行く予定ですし。なんでシュッて言わんかった、今。 見です同じ熊本親近感湧きます。ありがとうございます。ね、熊本でも、さっきも言ったかな、熊本でもね、結構田舎の方でして、もうね、山越えたら鹿児島と宮崎なんですよね。なんでね、証券で言うと、熊本っていうよりね、鹿児島の方が強いのかな。あ、ゲップですょ。 熊本市内にも春吉店ありますけど関係ないですかあの、東区の、東区にあるサンロードサンロードじゃない。春吉店、ね。あそこはサンロードですね。あの、サンロード市で熊本。ね、あの、自衛隊のそばの。あそこはサンロードですね。はい。日本惜しかったね。ですよね。チャンスいろいろあったんですけども、なかなかね、入れきれなかったですよね。人吉とかですかですね、人吉です。はい。 熊大ってなかなかか入すすいですよね一応国立ですもんね熊台自分ね熊台行く頭なかったんで熊台はね行けなかったですけどもね,ね一応あの時はセンター試験って言ってたかな受けたんですけども全然ダメだったですねなんで国立諦めました 顔真っ赤ですけど大丈夫ですかはい大丈夫ですねお酒飲むとでもすぐ真っ赤になるんですよね <laughs> ねね本当顔すぐあ真っ赤になりますでうちで飼ってる猫です好きなおつまみなんですかまあ、チーズが好きですねチーズとかあとあの海ひもとかですね 私も実家は人吉のお隣です。人吉よく行きます。大好きな土地です。ね、人吉、まあ、田舎ですけども、自然はいいですよね。ね。花壮さんってお昼はどこで食べてますか事務所。ですね。はい、事務所で食べております。ね。あのね、好きなおつまみ、あの、トバね、北海道の物産品でトバって、あの、酒を干したやつ、トバってあるんですけども、あれが好きですね。 カピキン、<laughs> カピーとイカ刺し好きですかイカ大好きですね。<laughs> ずっと前死じがうなしててびっくりしました。<laughs> してましたね,ね。ね、びっくりされると思いますけど、この子供たちね、中に誰が入ってるっていうのをわかってて、もうね、めっちゃ、ね、怖がるけど、さわい、喜んでましたね。な何言ってるかわからんな。 くんでで中学の野野球球クラブで野球していますお読みお願いしますおすごいですね野球頑張ってくださいね、うん、好きなお菓子は何ですか好きなお菓子あのあれですねアスパラですね銀ビスのアスパラあの黒ゴマが入ってるビスケットみたいなやつあれが好きですね,ねもう見つけたらすぐ買っちゃうような感じなんですけどもねね アスパラ好きですねてかこれちょこっと残ってるんでキャップしとこう、ね、薄めて飲むタイプなんでキャップがついてるんですよねなんで残ったらねキャップして冷蔵庫に入れて保管しておいていただければと思いますねいいですよね キャップついてこれこれ1本でね多分8杯分だったかな8杯分取れるんですよねで改善後は2週間をめどに飲んでくださいってことでねお寿司とかつんならどちらを選びますか 寿司ですね。<laughs> 寿司好きですね、自分。熊本のどこにあると、あの、人吉ですね。人吉熊ですね。もう本当南の方ですけども。ちょっとマイク近いっすかね。あ、ライブシェありがとうございます。僕は熊本で中学バスケをしています。僕も応援してください。お願いします。バスケすごいっすね。あのね、自分のね、 同級生、高校の時、近所のね、仲の良かった子がバスケしてたんですけどもね、バスケかっこいいな、モテるでしょうね。今でも同窓会案んなに来ますかどんなんでしょうこんなに来ないと思います。<laughs> 見てないんですたっけ否定者バスケ強いです、嫌い嫌いですかバスケ強いですね。ね、なんか、隣、錦町はね、もう剣道ですけども、バスケ強いですね。初めて知りました。 ね錦西木町からね、時々依頼あるんですよね、撮影してくださいって感じで。ね本ほんとね、あれですね、自分今剣道してます。おお、剣道、すごいですね。ね錦西木町と、ね、あの、本社がね、西木町なんですけども、西木町といったら丸目クランドじゃないですか。だからね、なんだっけ。 少年剣道選手権だったかながね、西木町で開催されますよね。ね、全国大会なのかな俺、どうなんだろう海練りの紹介待っていてください。海練りね、あれね、歯にくっつきますよね。今度またしようかな。大学のサークルの何を大学のサークルは特に何も入ってなかったですね。すいません、そのコップどこで買われましたか これ、サントリーさんからいただきました。ね前はね、セットで販売してたみたいなんですけども、限定でね。今はないのかなこれ、ちょっとサントリーさんからね、特別にいただきました。剣道といえば熊本の九州学院強いよね。見たいですよね、九州学院。よく聞きますもんね、あそこは。野球もね、九州学院聞きますよね。やっぱりね。 九州学院ね、結構いろんなので聞きますよね、スポーツ。えー、あそこはね、ほんと強いですよね、何でもかんでも。アポローありがとうございます。サン,ドのゲーセンダルの源泉楽一楽座、いいですよね。ね。今は炭酸と販売して、一緒に販売してないるです。今はね、セットで販売しております。梅で水でとかしたら美味しいですよ。そうなんですね。はじめてしました。ね。 楽一楽座。学生の頃、バイトしてました。大学生の頃ね、あそこで。そんなの教えてくださってありがとうございます。もともと熊本出身ですかですね、熊本です。美味しいですかビアボール。結構いきますね、このビアボール。なんだろうビールの風味がすごいですよ。強いですね。これ、流行るの分かりますね。人気あるの分かります。ぜひ飲んでみてください。ビール好きの方はですね。 いつかさんらで行ってみたいな、ぜひ、ね、来てください。お持ちいたしております。何歳ですか ?48 でございます。おっさんです。休学は今いろいろ問題ある議員の件で騒がれてるな。そうなんですね。ねあの、やっの高校もね、いろいろありますよね。いろいろありますよね。てか、ありますよね。いつ LINE やってますか ?LINE。個人の LINE はいつもしてますね。<laughs> 笑顔素敵ですありがとうございますえ48若く見えるそうですかありがとうございます結構おっさんですけどもね辛いお菓子といえばあのね辛いお菓子ね何年前だっけえー、もう4,5年ぐらい前にねめちゃくちゃ辛いお菓子だったんですよね猫を言います <laughs> ねあの揚げ玉スナックのカレーかなあれがめちゃくちゃ辛かったですね ハロウィン限定で出てたんですけども、あれ食べきるのに2週間ぐらいかかりましたね。<laughs> かわいい。あっち行っちゃいました、ね。これね、お店でいたずらしてた猫なんですけどもね。サンロードのおすすめの刺身は何ですかあれですね。やっぱり本マグロの毛編みですね。もうね、店内放送しまくっておりますけども、あのマグロの刺身はすっごいですね。休学といえば村上選手ですよね。はい。 ね、48、まさかの昭和のお父さんですからす、昭和生まれです。昭和49年生まれです。はい激辛、ん激辛地獄ペアグ食った時、辛かったですかあれからか、辛いっていうかね、痛いですね。ごく激辛とかね。ね、もう痛さと、痛さじゃなくて、辛さ通り越してめちゃくちゃ痛かったですね。食べ終わった後がね、 もう大変だったですけどもね、あれ。三郎の誇りを教えてください。誇りなんだろう何でしょう何でしょう誇りなんだろうなお魚美味しいです。お魚美味しいです。わけわからない、ね。酔ってます酔ってますね。酔ってるのかな酔ってると思います。はい。顔真っ赤してますんでね。 ね、もうほんとすぐ顔に出るんですよね。よいしょ。初のデートは映画でした。ええー、なんだとドライブですかね。で <laughs>、ね、最初は美術館とか行ってましたね。結構ね、美術館とか行くの好きなんで、あとプラネタリウムとかね。 よく行くサンドは何店に行ってますかやっぱりね、C 店が、近いんで C 店ですかね。同じ食事で福岡にあるスーパーで成功しているもので質問を言ってます。チェーン店ではないです。あ、そうですね。ありがとうございます。福岡ね、あのー、あそこですよ。直のポテトチップスとかありますか今ありますね。冬限定で出ております。あの、福岡ね、大京バリューか。大京バリューがめっちゃ好きなんですよね。あそこのスーパー。 課長の札、なんか、ちょっとコメント通り過ぎましたけども。何年産老で働いてますか何年だろう平成の20年に入りましたんで、何年だ十何年です。十四五年ペヤング辛か,かったですか辛か,かったですね。極撃からめちゃくちゃ辛か,かったですね。どこ中出身ですかあの、錦中学校ですね。<laughs> はい。今食べたいものは何ですか 今お腹いっぱいなんでちょっと食べたくないですね。まあ、強いていったらナポリタンかな。<laughs> 高校はどこでしたか高校はね、人吉高校でした。人口、まあ人口って言うんですけどもね、人吉高校ですね。ね。まあ、進学校で理系コースだったんですけども、ね、もう下の方、成績はもうめっちゃ下の方でしたね。え、ね ねあの頃はね、文系クラスと理系クラスがあって、10クラスだったかな ?10 クラスかなで、理系クラスが2クラス、2クラスあって、<laughs> 自分ね、もう本当もう下の方でしたね。もう一番下じゃないか。下から2番目じゃなかったかなって感じでしたね。奥様いますかいますね。結婚してますんで、はい。一回下におります。よいしょ。 生徒会長に立候補したことはありますかないですね。もうね、学生の頃めっちゃおとなしくてね、もう全然しゃべらないタイプだったんで、ね、<laughs> 小学校はどこでしたか小学校わかんのかな <laughs> 一応、一部小学校でした。はい。ね、西木町にあります、一部小学校でした。はい。ね、誕生ってお客さん多いですか どんなんでしょうまあ、そこそこ、<laughs> まあ、置いときは置いですけどもね、はい <laughs>。明日仕事ですか明日休みです。明日休みなんで、ちょっとね、飲みました。ね、あの、飲むとね、もう次の日がきついんですよね。だからね、もう最近全然飲んでないんですけども、飲むとしたらね、もうほんと次の日が休み、の日の時しか飲まないですかね。 最近はね、飲み会でも飲まないんでね。給料は高いですか高くないですね。<laughs> 田舎なんでね、まあそれなりですね。ね。やっぱりね、街の方が高いですよね、給料は。休日は何をしますかあまあ、買い物か、ゲームか、ゴロゴロして漫画見てるかですね。 お父さんの世代ってカラオケボックスが流行りましたかね、流行りましたね、カラオケボックス。ほんとボックスだったんですよね。昔ね、自分が高校生の頃はね、あの、カシャ電車の貨車あるじゃないですか。あれをね、カラオケボックスみたいな感じでね、してたですね。懐かしいんだ。手なまってる。まってますね、手げ手げって鹿児島かなね、めちゃくちゃまってます。チ長のプライベートのまたなんか新鮮。 ね。もう、お酒の時は、ね、もう、本当ね、会社で取ることできないからですね、飲む時は。飲まってる。ね。もう黙ってます。まってるって言ってもね、なんか、こっちの言葉じゃなくてね、もういろんな言葉がもうあざってるんでね。あれですね。お父さん何のゲームしますかレース、レース関係ですね。グランツーリスモセブンとかね。で、今度、あれ。ニードフォースピードあれが発売されるんでね。 ちょっと楽しみにしております。はい。これって社長とかに見られます社長も見てると思います。TikTok はどうだろうね、TikTok で、下のも YouTube にも載せてるんですけども、YouTube の方は多分見てるんじゃないかな。あ、宮崎です。宮崎。お隣ですね。宮崎ね、すごいスーパーアルですよね。うわちょっとコメントを見逃した。 西木の何分間でしたかすごいな、そこまで。<laughs> 11ですね。<laughs> 11分間ですね。なんだろう、分間と分断ってありますよね。3分断の11分間でしたね。なんだろうな、あれ。会社の人はお父さんのライブを見てるんですかさっき従業員の方いらっしゃいましたね。はい。東大進学率高い高校はどこですかどうだろう。自分が行ってた高校もね、 東大。二人ぐらいかな。毎年二人ぐらいを東大に行ってましたね。画面ージですよね。結構話してるんですけどもね。あれですよね。宮城県来たことありますか宮城県。宮城。一回行ったことありますね。ああ。もう30年。も前か。30年じゃねえや。20、25年ぐらい前かな。行きましたね、宮城県。 今一番大切にしているものは何ですか大切にしているもの、やっぱ家族ですね。<laughs> って何言ってんだとかですけどね。まあ、そんなもんですよ。そんなもんですよ。っうのもんですけども。こんばんは。また来ました。ありがとうございます。行きたい都道府県ってありますかあのね、富山に行ってみたいですね。富山。なんか知らんけど、富山、今行きたいですね。<laughs> いつからその体験になん言ったんですかまあね。 もう子供のからからが、子供のからから太っております。はい。ラフな格好ですね、はい。家でね、もうこんな格好で太っております。大丈夫かな <laughs> ねねもうほんとね、あのー、自分旅行が好きなん、旅行が好きでね、いろんなとこ行ったですね。ねえ。 北海道はお前の会社の社員旅行で行ったし、青森はないか。で、宮城って山形はないな。あの、日本海側がね、行ってないんですよね。なんで日本海側行って行きたいんですよね。家族の人もいいお父さん思ったな。どうなんですかね。ね、子供はいないんであれですけども。仕事で大切にしてることなんですかなんだろう。なんだろうな。 え、なんだろう仕事で大切にしてること。とりあえず、何でも思いついたらや,やってみることですかねなんかわけわがらんな。錦 <laughs> 学祭、覚えてますか錦 <laughs> の学祭、ちょっと覚えてないですね。<laughs> 覚えてないな。いいですね。好きな体格でありがとうございます。本当に大好きなお父さん、<laughs> ありがとうございます。 ねあのね、ほんとね、部活何かしてましたかあの、中学の時はね、吹奏楽してました。あれ、チューバー、ね、あの、でっかいラッパーあの、チューバー吹いてましたね。でね、あの、吹奏楽でも、マーチングね、あの、楽器持って動、動き回る。あれ主体だったんでね、もうね、疲れきつかったですね。<laughs> 楽器は重いしね。 感じでね大変だったけど、面白い、面白いというか、ね楽しかったですね。TikTok やろうとしたきっかけは何ですかもともと YouTube してたんでね、ね TikTok も、ねしたいなと思って、ね TikTok も始めたって感じですね。ねもちろん申請あげて許可をもらってしておりますけどもね。 上田新屋さんのお兄さん地元で有名なんですかどうなんですかね熊本でもね、多分市内の、市内の方ですよね,ね。自分は南端の方なんで、あんまりですね、で、テレビもね、最近はあんまり出てないんで、どうなんでしょうね。<laughs> ワールドカップ見ましたか見ました。はい。惜しかったですよね。チャンスは何回かあったんですけども。グラス可愛いいですね。売ってますかね、これかわいいですよね。 これ、サントリーさんからいただきました。ね、撮影に使ってください。ということで、ね。いただきました。ありがとうございます。好きな食べ物は何ですか好きな食べ物、ナポリタンですかねなんかね、ナポリタン。ナポリタンにね、デスソースかけて食べるのが好きですね。めちゃくちゃ辛いですけども。ね、ほんとね。 うちにはねサンロードには売ってないんですけども他にねディスクソース売ってまして、ね、そこで買ってねいろいろつけておりますその服はどこでこれどこで買ったっけ多分島村だと思います今コラボしたい人いますかコラボやっぱり HIKAKIN さんとしてみたいですよね ねえ、スーパーつながりでできないかな無理か。<laughs> おすすめのお菓子、お菓子、お菓子。この前食べてめっちゃ美味しかったやつあったんですけど、何だったかな何だったっけちょっと思い出したら言います。何だったっけなビアボール美味しかったですかめっちゃ美味しいですね、これ。ビールめっちゃ濃いですね。すごいっすよ。ね今までのビールとはちょっと違いますね。 サンロードで今入荷したものありますか何だろうね欲しいなって思ったものはね、もう担当者に話して、まあね、入荷できるようなものであれば、仕入れてもらってるんでね。ねな何だろう家は新築で,ですかこれ、賃貸です。<laughs> 賃貸です。はい。小さい頃の将来の夢って何ですかあのね、F1 のメカニックでしたね。ねレーサーじゃなくて、メカニックの方に憧れてましたね。 ニシキといえば何ですかニシキといえば桃と桃梨桃ですかね。来年の日程は決まってますか来年の日程。あんま決まってないですね。だいたい週末が多いのかなめっちゃ大食いですね。で、一応ね、あの、ファミリーマートとかね、もうやっとで、ね、食べております。もう弁当4つの時はめっちゃ大変なんですけども。ドイツのビール飲んだことありますかガチ美味しいですよ。ドイツのビール飲んだことないですね。 ちょっと今度買ってみようかな。なんだっけ。ハイネンだったから。ね、ちょっとあれ買ってみようかな。月大体何円くらいかせ全然ですね。<laughs> 本当ね。YouTube の収益もね、再生回数少ないんで、もう数千円ですね。笑,笑顔が素敵です。ありがとうございます。家を買わないんですが、まあね。 家は、ね、ちょっとあれなんでね、高いんでね、なかなか買えんですね。賃貸がいいっすよね。今住んでいるとこって田舎ですか田舎ですね。まあ、ここ人吉、人吉自体がね、田舎なんでね。ね。もう、車がないとね、生活できないですね。あの、東京にね、半年ぐらい、あの、前の前の会社の時ね、研修で東京に住んでたことはあったんですけども、東京便利ですよね、本当ね。 車いらないし、電車、地下鉄でね、全部住みますもんね。いつも見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、東京にいるときね、あの、東京もう20、20年、もっと前か。30年まではならんか。で、そのくらい前いたんですけどもね、賃貸の方がトータル安いから相手が買わないですね。ですね。あの、ね、修繕費がかからないですもんね、賃貸は。 東京って便利だけで使われますよ。ですよね、満員電車がね、大変でしたね。あのね、東京に寮があって、あの、新横浜にね、研修するとこがあって、東京から新横浜にね、通ってたんですけども、逆方向なんでね、満員電車で満員じゃなかったですけどもね。それだけは良かったな。良かったな、熊本といえばサンロード、ありがとうございます。奥さんとは何歳差ですか ?2 歳。 2歳ですね。2つだけですね。はい。ね、あの、で、東京でね、あの,あの頃はね、銀行がね、ほんと土日動いてなかったんですよね、ATM とか。ATM が土日動いてなかったんですよね。で、ちょうどね、プレステが販売された、販売されてしばらく経った頃なのかな。で、ね。 秋葉原にプレイステー買って、ゲーム買って、財布見たら、ね、何十円しか残ってなくて、で、量が大盛りだったんですよね。どうやって帰ろうって思ってね、もう秋葉原、秋葉原から大盛りまで歩いて帰りましたね。<laughs> 懐かしいな。東京ってよく見た最流芸能人が上調してますよ。そうなんですね。あのね、一回、あれ、 どこだっけあのね、あれ出てこんなお笑い芸人見ましたね。熊本といえばドギャンですね。あ、ドギャン。熊本といえばっていうか、人吉といえばですね。嫌な質問ですけど、またずえってあなたことありますか答えなくてもいいですよ。自分って太って夏かなり。安いです。最初の方でまたずえ、学生の頃はしてましたね。今はね、そうなんですけども。 学生の頃やっぱ結婚してて痛かったですよね。あれ痛いですよね、ほんと。酔ってる、酔ってます。はい。チークー好きですか好きですね。あの、うさぎとモモンが推しでございます。はい。金曜日には土日の金おろしてたですよね、ほね昔はね、今はね、ほんと ATM でいつでもね、関係なしでおろしてますけども、あの頃ね、土日はね、ほんとお金おろせなかったんでね。 もう土日お金なくなったらもう最悪でしたね。ライブって何時までやりますか何時までしよう ?10 時までの予定だったんですけども、10時超えてますね。顔めっちゃ赤いですね。ですね、もうお酒飲むとすぐ真っ赤になるんですよね。赤くなるんです、赤く、<laughs> 赤くなるんですよね。当時タイタニックにはまりましたかはまったというか、一回見たぐらいかなって感じですね。 今眠いですかあのー、今は眠くはないですね。結構喋ってるせいかな。普段だったらね、もう寝てる時間ですけどもね。多分。何時に寝ますかだいたいね、9時半ぐらいにはもう寝てますね、最近。めっちゃ眠いんでね。朝、朝4時半から5時の間に起きてますんで。日本負けちゃいました。ですよね、本当ね。チャンスは何回かあったんですけども、なかなか決めれなかったですよね。 一応、いいところですよね。ですよね。ほんとね。田舎ですよね。ねは <laughs> 奥様は休みですかね働いてません、奥様ね。妻は働いてないです。はい。専業職でございます。ちょっと待って。ちょっと炭酸水のも。あ、水のも水。 ちょっと待って凍ってるやん <laughs> お酒飲むときはね水を一緒に飲みましょう <laughs> あれ飲めしたちょっとすいません離婚の土日休みはああちょっと上の方が見えなかった そのビールスーパーで買ったでしょうこれサントリーさんからいただきました。タバコ吸いますかタバコはね、吸わないですね。認識中今結構綺麗ですよ。そうなんですね。もう全然行ってないな。酔っ払ってきましたかもうかなり酔っております。<laughs> ファミマのギャンブルチキン美味しかったです。あれ美味しかったですよね。ねえ。あれ食べてびっくりしましたもん、結構。ねえ。最近ファミマってね、結構美味しいものいろいろ出してきますよね。 ビアボール、オランジーナで割らないですかオランジーナで割ったらいけるかもですね。オランジーナどこだっけサントリーだったらね、買ってたかもです。錦アヤンキスって知ってますかねえ、知らないですね。なんだろう。大好きです。ありがとうございます。ミックスバーに行かれたことございますかミックスバー、わかんないですね。田舎って静かだからいいよね。静かですよね、本当 車は全然走ってないんですもんね、今の時間とか。ね。<laughs> ほんと静かですよね。でも夏は虫がうるさいですよね、セミとか。<laughs> 何飲んでるのあの、サントリーのね、ビアボールです。これね、結構いけますよ。いけますよっていうかね。流行ってるのわかりますね、これ。流行ってるっていうかね。結構話題になってるのわかりますね。ね、TikTok、 で、有名な方もね、結構宣伝してるじゃないですか。ね、あの、ね、あの人とかね、出てこんな。最近一人でバーは行ってないですね。っていうかね、あの、あんまりね、飲みに行ったりしないですね。まあね、田舎なんでね、車がないとね、本当どこにも行けないんでね。本当はね、バーには行ってないですね。ね。 最後にバーに行ったのって、でもう福岡に住んでた頃なんで、何年前だ ?20 年ぐらい前かな。って感じですね。ね。あの、最初東京、東京行って、名古屋行って、福岡行って、こっちに来ましたんでね。ね。 熊本のどの辺りですかあの、熊本県のね、南の方でございます。人吉熊っていうところでね。もう宮崎とね、鹿児島の県境です。もうほんとね、山越えたら鹿児島、宮崎ですね。てかね、ここ、周りがね、山で囲まれてるんですよね。もう360度、どこ見ても山って感じでね、ほんと田舎ですね。 そんな思の話ですか最近は職場との往復はほとんどですね。もう最近はもう職場とのね、車なんでね、もう本当ね、往復ですね。あの、福岡に住んでた頃はね、近づいて通ってたんでね、一度こそこ行きますけども、ね、田舎だとね、やっぱり交通手段が熊本な、熊本じゃね、車なんでね、ね、やっぱり飲みに行ったりとかはないですね。 <laughs> いつか錦中に口してください、ゲストとして。ね、呼んでもらえればね、多分行けるかと思います。ね、会社の方にね、行っていただければ多分行けるかと思いますね。ねえ、錦中懐かしいな、懐かしいなって。今、吹奏楽部どうなってんだろう。神 <laughs> マでどこが好きですかどこだろう神マやっぱ水上ですかね <laughs> あの、ダムコの桜綺麗ですよね。今何歳ですか ?48 です。ね、48のおっさんです。結構寄ってる、寄ってますね。はい。ね。だってこれ、ね、普通に飲んだら18%なんですけど、あと残りちょこっとなんでね、ちょっとペース早かったですね。もうガボガボいっちゃいましたんで。ね。ビアボールおいしいですか最近よく見ますよね。結構、いけますね、これ。ね。 普通のビールより全然いけますね。ちょっとね、飲んでびっくりしましたね。ね、あの、苦味もいいですし、ビールって言ったらやっぱ苦味ですよね。この苦味がめちゃくちゃいいですよね。新入さんに同じ大学の人はいますかいないですね。<laughs> いないですね。大学出てスタンローズに入ってる人っているのかな何人か多分いると思いますけども。おいくつなんですか ?48 でございます。 かわいいね。ありがとうございます。1本いくらでしたっけ多分、698円かなだったと思います。税別の700円ぐらい。でもね、これでね、確か350ミリが8杯分ぐらい取れるんでね、結構安いですよね。1本で見たら高いですけど、炭酸水で割って飲むとね、結構安いんじゃないかなって感じですよね。 心ここ、心、心コロロ <laughs>、ね、食感いいですよね。あのグミね、もうプチっていう食感がいいですよね。最初は苦手だったんですけども、久しぶりに食べたらね、なんかいいなって感じですね。既婚者ですかはい。結婚しております。酒弱い。ね。あの、一人で飲むときにはね、あんまり飲めないですね。あの、飲み会のときとかには飲み、会 <laughs>、 飲み会の時はね、結構飲んだりしますけども、最近飲み会でも飲んでないな。もうほとんどビールですけどもね。レモンサワー好きですかレモンサワー、まあ、普通ですかね。そんな、飲み、の、うーん、好きってほどでもないですね。普通ですかね。まあ、お酒自体がね、そこまであまり飲まないんで、あれなんですけども。 たらぎ住人です。ジャスコの隣のパチンコ屋の後は何かできるのですかどうなんでしょう。今のところ何も聞いてないですね。ねえパチンコ屋もね、やっぱだんだんね減ってきておりますよね。ねえ、この石吉熊でも田舎パチンコ屋減ってきてるってね。あれなんですよね。結構田舎の人ってねパチンコ好きなんですけども。 パチンコ減ってきてますよね、本当ね自分もね、ほんと、え ?20 代前半の時はね、結構パチンコしてましたけどもね,ね、パチンコの本場であります、名古屋。あそこに住んでたんでね。ねその時はね、パチンコ仕事を終わってね、その会社の先輩とパチンコ行ったりしてましたね。 出身どこですか出身熊本ですね。ね。ここ地元です。ね。後半21潰れましたもんですもん。ですよね。ほんと潰れましたよね。あそこ。今更地になって。病院かなあそこ病院が立つみたいですけどもね。田舎だからこそパチンコが娯楽だから減ってもなくなりはしないと思います。ですね。減ってはきておりますけども、やっぱりね。 なくなりはしないかなって感じですよね。熊本のね、大きいパチンコ屋さん、あの、銀馬車あるんですけども、まあ、人吉が本店のパチンコ屋さんでね、熊本市内とかね、結構出してるんですけども、あそこもすごいですよね。一回、あの、<laughs> ね、前、コピー機とかの営業してたことあって、そこにね、営業で飛び込んだことあるんですけどもね。 喋り方が起きたんだダマにですか、そうですか。ね、多分ね、いろんな土地のあれが混ざってると思います。あさってファミマの新商品の動画楽しみにしています。ありがとうございます。ね、ファミマもね、ほんと、あさっては何が出るんだろう。ね、いろいろね、最近ファミマって美味しいものばっかり出すからね、ちょっと、ね、<laughs> びっくりしてるんですけどもね。ね。 今は岡本先生という人が顧問やってます。今は吹奏楽とても上手ですよ。そうなんですね。岡本先生知らんな <laughs>。やっぱ時代が違うもんな <laughs>。自分がね、吹奏楽組んだ時は、あの、さだまさ先生って方がね、いらっしゃいまして、あの時でね、今はもう結構年なんで、あれなんでしょうけど、ね、何年か前にはね、 あの、校長先生になったとかって聞いてましたね。何時までやりますか何時までしましょう <laughs> なんかね、切りがいいところで切りたいんですけども。<laughs> <laughs> え、公安半21の後って病院ができるんですか病院、病院ができるって聞いてますね。<laughs> 招待してください。<laughs> お、ファインズだけださん。いらっしゃいませ。招待します。あ、こっちらねえや。ちょっと待って。あっち。しょ。こっちか。 招待状が送信されましたこれ招待どうなんだろう坂井先生って知って形してますかわああ分かんないですねだって自分が <laughs> ちょっとペースがやりすぎたのすぎたなね だって中学って、もう、何年前だ ?34 年ぐらい前 <laughs> ちょっと忙しいですね。そうなんですね。ありがとうございます。なんかね、招待してくださいって来ましたんで。は <laughs> い。いらっしゃいませ。ありがとうございます。酔いすぎた。なんかね、一気に飲んだんでね、ちょっと、かなり酔いが回ったような感じですね。はい。 さだまさ先生してます。そうなんですね。まだいらっしゃるのかなね校長先生って聞いたんですけど。えっと、あばら、ありがとうございます。この人ライブしてるの初めて見た。ライブは初めて。ライブはね、何回目だろう ?TikTok ライブは、え一二三、3回目か4回目ですね。この時間帯にするのは初めてですね。 今回ね、サントリーさんからこれ紹介してくれて言われたんでね、この時間に撮っております。ね。会社ではね、飲めないからですね、さだまス先生って怖かったですよね、怖かったですね。あの、数学担当だったんですけれども、あの、鉄コンパスね、あのコンパス、でっかいコンパス持ってね、ね、なんだろう。 宿題忘れてきた人とかね、それで叩いてましたね。叩かれてましたね。ね、今じゃ、今だと体罰とか言われるんでしょうけども。ね、あの頃はもうあれが普通でしたね。目の前の瓶を横へずらしてもらえませんか全身が見なさい。全身見る必要あります。30日ライブしてください。30日 ?30 日 ?30 日何曜日だ 水曜日なんで <laughs> 水曜日は何かあったかな何かあったかなって感じでね。ねうんと、懐かしいな、さだまさ先生ね。今何されてるんだろう。もうね、結構、ね多分、もう定年されてるんじゃないかなどうなんだろう。 あじゃますね。もうほんと。サンドドはいつか鉄子の部屋に呼ばれますかどうなんでしょうね。呼ばれたいですね。ね難しいかな。<laughs> ね出てみたいっすよね。<laughs> ねテレビもね、全国ネット出てみたいですよね。まあ無理か。<laughs> ねとりあえずね、先日ね、 RKK さんの取材を受けましてね、出させていただいたんですけども、で、ね、で、その後にね、RKK さんから電話ありまして、今度、福岡で流しますってね、もういきなりだったんでびっくりしたんですけどもね、あれ、一番好きなお酒はなんですか、あれです、あの、あれ、スパークリング清酒ミオ、ミオ、ミオが好きですね、ね。 めっちゃ飲みやすすいですよね日本酒で炭酸、炭酸の日本酒ですけども、あれが一番好きですね。ね。なんでね、みおっていろいろ出るじゃないですか。濁りとか、ね、今、菌が入ってるやつかな。ね、あれの全部買っておりますね。ねえ、もうほんと、ね、みお。 ぜひ飲んでください。飲んでください。っていうかね、私、おすすめです。<laughs> ちょっと待って、ね、サントリーとせろよって感じですけどもね。ね。なんで炭酸で割るんでしょうね。ストレート、ダメなんです,すかストレートでもね、結構おいしいみたいですね。ただね、アルコールが18%だったかな。と、16%か。16%なんでね。 結構高いと高いんでねあれですけども炭酸が入ってない炭酸若干入ってんのかなどんなんでしょうね誰先生が一番こうあったかったですかやっぱさだまさ先生ですかね部活の時めっちゃ怒られたりしてましたからねねけどいい先生でしたね本当ね楽しかったな <laughs> 楽しかったね それ、この前見た美味しいの美味しいですねこれめっちゃいけますよっていうのま,あまあ人によって好みあると思いますけども自分は気に入りましたねであのビールの風味がものすごいですねなんでね今まで飲んできたビール薄いじゃないかって感じるくらいねものすごいですねビールの風味がで苦味がまたいいですよあ <laughs> <laughs> 何言ってんか分かんないなね <laughs> もうほんとね苦苦苦い苦みが好きなに違うな苦みの何言ってるか分からんな苦いのが好きな方にはおすすめですビールでね <laughs> でもね、ほんとこれすっごいですよ今までのビールとは全然違いますねなんかもうグダグダになっておりますけどもね今何分だ19分か30分になったらね終わろうと思いますねてかこれの宣伝できたんかなちょっとねあの編集し直してあれしなきゃいけないんですけども いやこれめっちゃ気に入ったのねこのキャップがついてるのがいいですよね <laughs> ありがとうございますねあー <laughs> ちょっと酔っ払って入らんな <laughs> ねねでわあのねえ甲羅で割ったりとかね ジンジャーエールで割っても美いしいんじゃないでしょうかね。シャンディカバブだったかな。ってありますけれどもね、普通のビールで作るよりは多分かなりいけるんじゃないかなって感じですね。これすごいな、本当そういえば王将あるんですか王将ないですね。田舎だからですね。王将ないですね。本当 ね、年収どのくらいでしょうかどのくらいなんでしょうね田舎なんで少ないですよはいね田舎はね本当年収低いですね低いけどまあ物価が安いんでね物価が安いって言ってもさ東京も安かった記憶があるけどな あの東京はね、野菜とかがね、ちょっと高いですよね。ただ、田舎は、野菜は安いですよ、<laughs> 本当ね。ね、あの、一時期、東京で玉ねぎが1個400円とか言ってた時あるじゃないですか。その時ね、こっちの田舎ではね、もう無人販売所で、え、3個で100円とか売ってましたからね。<laughs> 小川先生、小川先生、小川先生はちょっと、どうだろう。わかんないですね。どんだけ田舎なんですけど、まさか想像変える中なんですよ田舎ですよ、ほんと。ね、もう周りは山ですし、あの、夏目友人町って知ってますあの、アニメのね、舞台になっております。それくらい田舎です。はい。あれ見たらね、どれくらい田舎かわかると思います 学歴教えてください。学歴、学歴。一応大学まで行きました。えー、熊本工業大学、今の創業大学ですかね。そこの電子工学科出てます、出てます、出ました。はい。こんばんは。サンロードの営業時間は何時でしょうか。ほとんどのお店が10時までですね。メンダ店とシティ店が9時までで、ほとんどのお店が10時まで。 で、おにぎり店だけが24時間営業って感じですね。ファミマとサンロード2つ経営してるんですかファミマとサンロードと、あと春屋書店と、あの、セリアと、あと薬屋さん、ドラッグですね。残業多い、残業は、まあね、それなりにありますね。 いつも商品紹介のスーパーマリオのビジネスを聞いています。あれ好きです。ありがとうございます。ね、あのスーパーマリオのやつ、あれね、ビートボックスなんですよね。海外の方がね、目視だけでビ、ね、されてるんですよね。あれすごいな <laughs>。って思ってね、使わせていただいてるんですけども。ね。アフォロー、ありがとうございます。 すごいですね。<laughs> ね本当すごいですよね。サンロードのおすすめの商品は何でしょうかあ、何のお酒が一番好きですかあの、ミオ、ミオっていうのが好きです。おすすめの商品、ねあの、あの、今だったらね、柿あの <laughs>、ね、ちょっと、兵庫県産の室塚柿、これめっちゃいいですね。前にね、 このでもも、出しましまたけども電子レンジでチンするだけでね,ね食べれるんですけどもキってね殻付きのキって意外と身がちっちゃくちっちゃいのも当たりするじゃないですかね外れだったりとかでもねロツカキはそういうことないですねねあれは今おすすめですね、まあ、個人的にですけどもね ねえほんとあれはいいなあとねなんか魚ばっかりやなねあの本マグロの極みっていうねマグロ4色マグロがあるんですけどもあれもおすすめですねで赤身なのにねとろけるんですよね普通のマグロの中トルじゃないかなっていうぐらいなんですよね赤身なのにあれすごいですね ね、お近くのスーパーで見かけたらぜひ買ってみてください。本マグロの極みこれおすすめですよ。でなんか魚ばっかりやな。魚ばっかりやな。ねあとねいろいろあります。<laughs> ねえもうんと。 <laughs> もう酔っ払って、<laughs> 口。まあ、元からね、下回らないですけども、滑舌悪いですけども、それが余計滑舌悪くなっております。ね <laughs>。今何分だっけ ?26 分か。あと4分、30分にね、終わりたいと思います。ね。で、これ本当と美味しかったな。あと1本 <laughs> もらってるんでね。 ちょっとちょこちょこ飲もうかな。でね、これ、この、キャップがついてるんでね、一旦開けたらね、2週間ぐらいは持つみたいなんですよね。2週間以内に飲んでくださいって書いてあるんで、でこれ1本飲んだら、かなりやばいと思うんでね、本当あれですね。こんばんはいらっしゃいませ。ありがとうございます。 子供の頃の夢は何だったでしょうか子供の頃はね、あの、F1 のメカニックだったですね。もう全然違いますけどもね。ね。ちょうどね、F1 が流行ってる頃だったんですよね。ね。ねあの、本当 F1 のね、レーサーじゃなくて、メカニックになりたいなーって思ってましたね。はい。全然、あれでしたけども。 ねでね親戚の人が親戚がねそのホンダの関連工場にね勤めてたんでねその F1 のポスターポスターやったかなカレンダーやったかなもらったりしてましたねあの頃ねホンダ強かったからですね F1 でねセナも乗ってましたしね <laughs> よいしょ おやすみなさい。おやすみなさい。ね。もう10時半になりますもんね、ほんと。あと2分か。あと2分で終わりたいと思います。ほんとね。なんかグ、ダグぐだなっておりますけども、お付き合いいただきまして、ありがとうございます。ね。で、ことで、サントリーのビアボールね。これね、もう本当話題になるだけのことございますので、ね。 二十歳を過ぎられている方、未成年の方はダメですよ。二、ね、十歳を過ぎられている方はですね、ぜひ飲んでみていただければと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃいませ。ゆっくり休んでください。ありがとうございます。明日は休みなんで、まあ午前中ちょっと買い物にして、まあその後、ね、ゆっくりしようかなと思っております。はい。 ね、あほんこれ美味しかったな美味しいっていうかねビールの風味がすごかったですね面白いなこれねもう何回も言いますけどもね TikTok でもね結構これ宣伝してますよねなんで飲んで20歳超えてる方はねぜひ飲んでみて 先ればと思います <laughs> お父さんみたいありがとうございます。家の花園さん。<laughs> 下がまらん花園さんですね。はい。お父さんみたいなりがます。ね。もう年だからですね。はい。よいしょ。ああ、もうね、ちょっと酔っ払っちゃいましたけどもね。ってことでね、そろそろ終わりたいと思います。ということでね、 もうサントリーさんから宣伝してくれって言われましたこのビアボールね本当これねビールの風味がねものすごいんでねぜひビールが好きな方飲んでみてくださいねね本当ね TikTok 有名な t i k t o k e さんがね宣伝されておりますけどもただ話題性を狙っただけじゃなくてね味もね風味も本当すごいんでねぜひね20歳二十歳を超えてる方はね のぬ向いていただければと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今度ク熊の恵みってヨーグルト紹介してください。クこの恵みのヨーグルト前もね。紹介したんですけども、またしようかなって感じですね。はいってことでね。そろそろ終わりたいと思います。念、ね、をとね。お付き合いいただきましてありがとうございました。この時間にね。ライブするのはね。 もうしばらくはないかと思いますけどもね。はい。う、え、ん、っとね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ね、あの、YouTube ではね、最後の別れの時にね、ダンダンナーって言ってるんですよね。ね、このダンダンナーはね、あの、あの人、着物ちゃん。ね、着物ちゃんっていらっしゃるじゃないですか。ね、着物ちゃんにね、取り上げてもらったこともあるんですけどもね。 ほんとね、あの、あと、レジスタンスでね、YouTuber さんいらっしゃいますけれども、レジスタンスの方にもね、自分のモノマネしてもらったりね、ありましたね。なんか、いろんな YouTuber さんにね、モノマネしてもらったり、紹介してもらったりありますけれどもね、ほんと嬉しい限りでございます。何言ってるかわからんけどもね。ってことでね、終わりたいと思います。 またね、明日は休みなんでね、ちょっと TikTok とかはあげないんですけども、あさって火曜日もね、ちょっと朝、ちょっとすることあるんで、ね、ちょっとあげれるかどうかは微妙ですけども、水曜日、水曜日、水曜日はね、上げれるかと思いますのでね、ぜひ、ね、これからもご覧いただければと思います。 ね、もう本当まあ適当にやっておりますけどもねということで本当ねご視聴はいただきましてありがとうございましたそれではまたですバイバイだんだんだお疲れ様でしたありがとうございますまたですバイバイよいしょあ、ねね、れきれいな